パリ音楽院管弦楽団音楽院演奏会、協会管弦楽団は、1828年に、パリに設立されたオーケストラ。パリ音楽院の楽友協会によって運営され、パリ音楽院の教授や卒業生をメンバーとして19世紀から20世紀前半まで、フランス楽団の中心的位置を占めてきた。1967年に解散し、今日のパリ管弦楽団へと改祖された。 この際に、団員の2、3が去っており、楽団のカラーもアンサンブル重視の近代的なものに一変したため、アメリカの NBC 公共楽団などと並び、今は存在しない名オーケストラの代表として語られることが多い。フランスとドイツの血を引く、初代主席指揮者、フランソワ・アントワーヌ・アブネックはベートーベンを、レパートリーの中心に据え、1828年の設立後、 1832年までにすべての公共曲を演奏した。その後もアブネックはベートーベンの作品を繰り返し演奏し、全英音楽であったベートーベンはフランスの聴衆に受け入れられていった。出席指揮者を務めた20年間で彼がベートーベンの作品を取り上げた。演奏会は191回中183回に及ぶ。ベートーベン以外の曲目もハイドン。 モーツァルトなど、ウィーン古典派の公共曲が中心であり、限られたレパートリーを高い完成度で演奏する方針が出来上がった。当時、ショパンやベルリオーズもアブネック式パリ音楽院、管弦楽団の演奏会に頻繁に通ったが、特にベルリオーズは、ベートーベンの連続演奏に強い影響を受け、1830年に、フランスでは、珍しい公共曲である。 幻想公共曲を作曲した。また、ワーグナーがアブネックの指揮するこのオーケストラの演奏によって、ベートーベンの公共曲第9番を聞き、ベートーベンへの畏敬の念をますます強めたことも有名。歴代の首席指揮者は以下の通り。フランスはアントワーヌ・アブネック1828年から1848年。 ナルシス・ジラール1849年から1859年、テオフィル・ティルマン1860年から1863年、フランソワ・ジョル・ジュアンル1863年から1872年、エドワール・デルデベス1872年から1885年、ジュール・ガルサン1885年から1892年、ポール・タファネル1892年から1901年、 ジョルジュ・マルティ1901年から1908年、アンドレ・メサジェ1908年から1919 19年、フィリップ・ゴー・ベール1919 19年から1938年、シャルル・ミューンシュ1938年から1946年、アンドレ・クルイタンス1946年から1960年、1960年から1967年までの期間は主席式者が空席であった。 ただし、実質的には、クリュイ・タンスを主席指揮者として活動しており、1964年の最初で最後の日本訪問もクリュイ・タンスの指揮によるものであった。このコンビのあまりの素晴らしさに、日本のオーケストラがこのレベルになる日は永遠に来ないのではないか、とまで言われたという。1967年の解散も、同年のクリュイ・タンスの指揮がきっかけの一つとなっている。 A.B.C.D.E. またに和ずの井上さつき、フランス音楽史音楽の友者、2010年、ありがとうございます。